皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。チャンネルライダーヒロ SH フィギュアーズ強化月間続いております。本日紹介させていただくのはこちらでございます。私非常に楽しみにしておりました。こちらでございます。 SH フィギュアーズ真骨頂製法シリーズから仮面ライダーキバエンペラーフォーム最強フォームですね。こちらの方ついに商品化となりました。非常に待望でしたね。こちらはもうすごく好きなライダーの最強フォームなんですよ。エンペラフォーム、キバ放送してた時は中学2年だったんですが、めちゃくちゃ惚れ込みましたね。エンペラフォーム最高なんですよ。さあどんどん紹介していきましょう。正面パッケージしっかり写っております。かっこいいですね。そして魂クオリティシールしっかり貼っております。真骨頂製法ならではのフォーマットで、横にはキバエンペラフォームの箱押し、上には SHP やつ箱押しついてますね。反対側はこのようになっております。はい、最高ですね。サンプルポージング、そして説明書きとなっております。もうかっこいいエンペラフォーム見てください。もうパッケージの時点でヤバすぎる。サンバットソードを持ったポージングだったり、あとね、いつも通りよく見かけるこのポーズだったり、他にはダーキワと一緒に飾ってくださいっていう感じ。これはね、オテアですね。オテアと渡る2人のキックシーンを再現しているようなポージングでございます。あーかっこいい。もうめちゃくちゃ楽しみですね。ということでね、早速中身の方を見ていきたいなと思います。はい、中に入っているのはもちろん取扱説明書、そしてキバエンペラフォーム本体でございます。うわー、これすごいっすよね。本当にね、もうキバ好きからするとこんなもん、これぞキバエンペラフォームのフィギュア決定版って感じですね。真骨頂製法ならではのスタイルはもちろんのこと、キバエンペラフォームのこの神々しい独特のこの金色のカラーを素晴らしい塗装で再現されております。そしてまたこのマスクの輝き方、アーマーの輝き方、これはまさに劇中通りとしか言いようがありません。前回紹介しているダークキバの真骨頂製法と基本的には色違いなのですが、マスクだったり左腕だったり違う部分もしっかりありますので、今回はね、可動部位等はダークキバで紹介させていただいている分、今回違うところを、しっかり重点的に紹介していきたいと思います。まずマスク、エンペラフォームのこのね、すごくかっこいいこのマスク、しっかり再現できております。この赤のねクリアパーツの中の部分もすごいモールドがかっこいい。いや、かっこいいです。キバ最高ですね。で、真ん中のこの額の部分もスクリーンのね、塗装非常に綺麗に再現されております。かっこいいです。そしてね、ダッキバと違う部分その2といえばこちらですね。タッチャンがついております。タツロットでございます。今回ね、しっかりこのタツロットもついているということで、タツロットについては、取り外しの方は、基本的にはできないようです。キバの各フォームが出て武器を装着するときになれば腕ごとの交換になるのかなっていうふうに、思いますね。その辺は、今後の展開に注目ということで、もちろんフェッスルはしっかり、ここで取り外しができてついております。ウェイクアップフェッスル、ドランフェッスル、ブロンフェッスル、反対側はガルルバッシャドッカフェッスルしっかりついております。もしね、購入された方付け方がわからないという場合はこの動画を参考にしてみてください。こちら側からガルルバッシャドッカ、そして、右側がウェイクアップ、そしてドランブロンしっかりついております。ということでね、また違う部分、キバットバット3世ですね。こちらの目の部分がね、しっかり虹色塗装になっております。こちらもね、エンペラーフォームの時はキバットも目が虹色になるんでね、こちらの方しっかり再現できているようです。ダークキバと違う点といえばマントです。シンクのね、マント。こちらしっかり有金と布で再現できております。かっこいいですね。基本的には稼働もダークキバと紹介させていただいた通りですので、他のね、内容物しっかり見ていきましょう。デフォルトでね、ついている分がキバのこのポーズの手首ついております。そして、握り手、こちらもエンペラフォームね、指カバーの部分一つ一つがねしっかり金色に塗装されてて、さすが真骨頂製法、この部分も抜かりないなっていう感じですね。続いて開き手しっかりついております。他にはフェッスル持ち手、こちらもしっかりついております。そしてもちろん武器持ち手もついております。ということはザンバットソードしっかり付属しております。見てください、剣の部分オーロラに光ってるの分かりますか。そうなんです、これ劇中もねしっかりオーロラに輝いているのを SH フィギュアーズ真骨頂製法シリーズしっかり再現してくれました。またね、もちろんのことザンバットは
動きます。これはすごい。しかもこの小ささでしっかり端っこの方に押さえておけばスッと落ちることはありません。しっかりクリック機能がついていますね。そしてザンバットソード、この仮面の部分フェッスルになるのはもちろん皆さんご存知ですよね。こちらの方はこのパーツ、いつもね見るこの顔のパーツ、こちらを付け替えることでしっかりスフェッスルを取ったバージョンを再現することもできます。また逆に言えばこのザンマットマットを取り外すことができて、ザンマットマットが付いていないバージョンの、ザンマットソード、要はダーキバに持たせたいなっていうバージョンも、することができます。そしてもちろんのことザンバットソード必殺するときに使うこのウェイクアップフェッスル、とっても小さいこのフェッスルもちゃんとついております。またねこちらすごく小さくて腰の部分につけるパーツではないのでなくさないようにしっかり管理してあげてください。そしてねこのエンペラーフォーム、まさかのボーナスパーツがついております。それはこちらでございます。はい、皆さん名前わかりますか？そうなんです、キバットバット4世でございます。劇中ねテレビシリーズ最終回にマサオが変身したキバが、このキバットバット4世で変身していました。こちらのキバットバット4世がこのエンペラーフォームについていることで何ができるかというと、真骨頂製法仮面ライダーキバキバフォーム、こちらの方に装着することでこのエンペラーフォームとマサオのキバフォーム2人を一緒に並べることができるんですよね。そのためのボーナスパーツキバットバット4世がしっかりついております。劇中通りちょっと濃いめのオレンジのカラーリングに白の複眼ですね、こちらのキバットもしっかり再現できております。キバフォームを持っている方ぜひねマサオキバと一緒に並べてあげてください。内容物一覧の方すべて紹介させていただきましたので、チャンネルライダーヒロでやらせていただいておりますポージング参戦キバエンペラーフォーム編やらせていただきたいなと思います。かっこいいポージング皆さんに伝授していけたらなと思います。ということで、まず一つ目のポージング、カッてやってる時のこのキバエンペラーフォームのポージングやっていきたいと思います。はい、ということでポージング決まりますね。一つ目のポージング、いつものねトゥアーってやってる時のこのキバエンペラーフォーム、ポージング再現させていただきました。このポージングのコツについて紹介していきたいなと思います。近づいて見てみるとこの角度とかだったらまさに劇中通りっていうの分かりますか？うわーかっこいい。すいません紹介しなきゃ。やっぱりね、バタルの変身してるキバのこのポージング、タツロットついてる側ですね、肘を曲げて顔向けに顔の近くでこうやってる感じにしてあげてください。反対側は肘をしっかりというほどでもないですが微妙にこう曲げていく感じ、そして手首はしなやかに内側に巻く感じ、軽く巻く感じでポージングしてあげてください。そして腰をしっかり横に曲げる感じですね。このように倒れた体の分顔をピンと上に上げてあげるよというよりは完璧に上を向かずにちょっと上を向くような感じ、これがねエンペラフォームの顔かっこいいっていう部分になると思うんでぜひ参考にしてみてください。立つ時はねしっかり足は曲げて、反対の足はつま先立ちですね、しっかり曲げてつま先立ちをしてあげると、キバのね臨戦体制っぽい、ポージングすることができます。マントもねブワッっていう感じ、まあ、もうかっこよすぎるんでつけちゃったんですけど、こういう風にしてあげるとより迫力が増すと思うので、うわかっこいいですね。この角度もかっこいいですよねこれも。はい、ということでちょっとね自画自賛なんですが、一つ目のポージング、キバエンペラフォームいつものポージングバージョンっていうのを再現させていただきました。ということで二つ目のポージングいっちゃいましょう。二つ目のポージングはザンバットソードを持って構えてるエンペラフォーム、こちらの方をやらせていただきたいなと思います。はい、ということで2つ目のポージング、ザンバットソードを持ってね、構えているこのキバエンペラーフォーム、こちらの方をやらせていただきました。もうねポージングつけながらかっこいいすぎるなと思いながら、ちょっと本当にねにやけながらやっちゃいました。たまらないですねエンペラーフォームということで紹介していきたいと思います。1つ目のね戦闘態勢って感じのポージングとは違い、エレガントな、まさに皇帝と言わんばかりの歩きながらねザンバットソードを持って、
構えているようなエンペラーフォームをこちらの方をやらせていただきました。牙がね構えながら歩いている時っていうの、足はね、右足を出して左足をちょっと後ろに行ってるような感じ、歩いている表現をねさせていただきつつ、体の重心はあんまぶれない歩き方するんですよね、エンペラーフォーム。あんまりポージングがだから歩いてこういう風になるんじゃなく、もうこんな感じでも歩いてるって感じなので、左手の方はこのいつもの牙のこのポーズでちょっと手首をこう下にしてあげることで、かっこよさを表現することができます。このようにね、こんな手を開きながらちょっと歩いてるようなイメージしてあげてください。エンペラーフォーム、もちろん正面をがっちり見てるんじゃなく、やっぱりちょっと、下向きからの上目遣いのような顔の可動を示唆してあげてください。そしてザンバッタソードを持つ持ち手も反対側、左手と同じような感じ、そしてザンバッタソードを持ってるような感じにしてあげるといいです。この時ザンバッタソードの向きに関してはこの向きで正しいです。ザンバッタバットの顔が反対に来るようにして持たせてあげて問題ないです。ということですので、ザンバッタソードの向きについては、背中側で正しいという持たせ方にしてあげてください。これだけでね、もう歩いてるだけでこのかっこいいエンペラフォームたまんないっすよね。わかりますうわかっこよすぎます。ということでね、3つ目のポージングいきたいと思います。3つ目のポージングはザンバットソードで相手を切っているエンペラフォーム、こちらの方やっていきたいなと思います。はい、ということで3つ目のポージング、ザンバットソードで切っている時の牙エンペラーフォーム、こちらの方をやらせていただきました。非常にかっこいいですね。さあ見ていきましょう。まずね、切っている瞬間なので左足の方をグッと曲げて、反対の足をスッとしなやかに伸ばす程度、左足に重心があるような感じでね、こういう風に足を立たせてあげてください。このような感じですね。腰を横にギュッとひねります。左側にね、首も完璧に前を向くんではなく、ちょっと斜めぐらいで見るような感じですね。正面から相手を見ずに斜めから相手を見るという感じの首の使いをしてあげて、手首はもちろん牙のポーズ、左手はグッと曲げて、で手首を相手に向かって止めるような感じ、手のひらの使いのボールジョイントにしてあげて、反対側しっかりバスッと切った後なので、ピンと伸ばしてくれても大丈夫です。こういう時は気持ち曲げてあげた方がリアリティあるかもしれないので。そしてザンバットソード、手首もねしっかりボールジョイント限界まで反対側に上げてあげて、ボールジョイントをしっかり曲げてあげることで、このようにかっこいいポージングすることができます。マントの使いもね、こういう風に切ってる瞬間なのでブワッと上げてるようにしてあげてください。はい、ちょっとね大興奮しながらのポージング講座になってしまいましたが、このようにねぜひ参考にしていただけると幸いです。またこのね、メイクアップフェッスルつけてるバージョンで今撮影しておりますが、やっぱりねウェイクアップ中だから必殺技中バージョンにしたいなと思ったら、しっかりザンバットバットフェッスル取れてるバージョンに付け替えてあげてください。はい、ということで、本日の動画以上とさせていただきます。はい、ということでね、本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。またね、次回以降も SHP やつ強化月間続きます。ぜひご覧ください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャオ。わあ、めちゃくちゃかっこいい。